2020年6月、日本最古の総合カメラ誌が休刊し、94年の歴史に幕を下ろしました。これをもって、かつての日本三大カメラ誌すべてが書店から姿を消すことになります。このような話が出ると、日本のカメラ業界は低迷してしまったかのように見えますが、実はそうではありません。本日お話しするのは、日本のデジタルカメラについてです。アメリカのテレビ番組で日本のデジタルカメラ業界の逆転劇と題して特集が組まれました。日本はかつては確かな技術力でさまざまな製造業において高い市場占有率を誇っていましたが、他国の追い上げから低価格競争に巻き込まれ、あっという間に市場のシェアを奪われてしまい、多くの業界でその競争力は低下しています。ですが、デジタルカメラ産業においては、日本のデジタル一眼レフカメラが世界シェア 99% に達しているのです。ヨーロッパ発祥であるカメラは、長らくドイツメーカーの製品が主流となっていましたが、デジタルカメラの時代が到来したのをきっかけに、日本企業はボディ内部構造に工夫を施して小型化、軽量化を実現し、今ではデジタル一眼レフカメラの世界シェア 99% を誇っています。その背景には、日本の技術者が緻密で精巧な開発を得意としていたことや、コストばかりを優先せず、アフターサポートのシステムを備えていることなどもあります。現在は身につけて持ち運ぶカメラであるスマートフォンの普及により、デジタルカメラは再び出荷数下降の逆境を迎えていますが、企業はスマートフォンカメラに負けない魅力を模索し続けており、かつてのようにこの難局を乗り切っていくことが期待されています。それでは日本のカメラ業界での躍進ぶりを詳しく見ていきましょう。他国の安価な製品が増えた現在でも、メイドインジャパンは世界中で一目置かれる存在であることに変わりありません。アメリカのテレビ番組で経済特集として日本のデジタルカメラ業界の逆転劇について放送されました。その特集では、日本の光学関連企業によるデジタルカメラの世界シェアがカメラ開発で長い歴史を持つドイツを追い抜き逆転した経緯などが伝えられました。世界で初めてカメラによる撮影に成功したのは遡ること1826年のフランスです。そしてドイツの光学機器メーカーが開発した 35mm フィルムがスチールカメラ用フィルムの国際規格に認定されたことで、ドイツやアメリカで写真や映画が撮影されるようになり、カメラ業界は急発展していきました。その後、1928年のドイツで実用的なレフレックスカメラが登場し、1950年代まではドイツのカメラメーカーの製品が光学示唆式距離計を搭載したカメラの分野で圧倒的な人気を博していました。ですが、日本初の一眼レフカメラが1952年に登場し、さらに朝鮮戦争時に従軍記者が日本製カメラで撮影したところ、出来上がった写真の写りの良さが話題となり、特にそのレンズの優秀性が広く世界に知れ渡りました。その数年後、1964年の東京オリンピックの報道席は、日本製カメラに超望遠レンズを装着したカメラマンで埋め尽くされ、ドイツのライカをはじめとする海外メーカーが日本のメーカーによって総入れ替えになる事態になったのです。日本にとってのもう一つの転機は、フィルムに代わってデジタル化の波がやってきたことです。日本のカメラ市場形成は1995年国産初のデジタルカメラの発売が契機となり、レンズ交換式カメラ、レンズ一体型カメラともに複数の日本企業が世界の市場を席巻していきました。2012年時点ではデジタルカメラにおける世界市場での日本のシェアは約 88%、韓国のサムスンが約 12% だったのですが、サムスンは2015年にカメラ事業から撤退しました。また、ドイツのライカは現在でも新製品の開発をしていますが、国内を中心に出荷しており、世界市場は日本メーカーの独占状態となったのです。デジタル一眼レフカメラにおける世界シェアの内訳は、1位がキヤノンの 59.8%、2位がニコンの 33.9%、 3位がリコーの 5.8% となっており、またキヤノンは2003年から2022年まで
20年連続で世界シェア1位を維持し続けています。スタジオのパネラーの中にはキャノンやニコンの名前は知っているものの、日本がデジタルカメラ業界で非常に高い世界シェアを誇っていることを知らない人もいました。欧米ではカメラといえばドイツ製というイメージを持っている人も少なくないので、カメラ業界において日本がドイツを逆転していることに驚きの声が集まります。また番組ではドイツメーカーの輝かしい時代を紹介するとともに、その裏側での日本メーカーによるたゆまぬ努力や果敢な挑戦についても語られました。ニコンはドイツからレンズ設計士や技術者を招いて技術を学んで取り入れるなど、積極的に海外のレンズの技術を研究しました。カメラの本体については、ニコンは戦時中に軍需産業で光学兵器を生産していたことから、大砲などに使われる速記技術をカメラへと応用していったのです。またキヤノンは1930年代当時に最高級カメラと言われたライカ2型を分解し、構造を細部まで研究して 35mm レンジファインダーカメラ試作機カンノンを開発しました。肝心のレンズ、距離計などの調達についてはニコンに協力を仰ぎました。このように日本におけるカメラの開発は、技術者の研究と努力や開発人による連携が積み重なってできたものであり、一朝一夕には真似できない独自技術にまで発展し、デジタルカメラの時代にも受け継がれていったのです。1995年頃から始まったデジタルカメラ市場においても、当初はアメリカのメーカーなど外国勢も積極的にこの新しい市場に参入しましたが、日本製品の小型化、軽量化の技術についていくことができず、日本メーカーによる独占状態となりました。スタジオのパネラーたちは日本のカメラ業界の発展ぶりに興奮気味の様子です。分解して構造を研究して従来品よりもいいものを作れるのは日本だけね、これでは海外勢が脱落していったのもうなずける、など感動の声が上がりました。番組はさらに日本のカメラ業界の裏側に迫ります。カメラ撮影にはレンズやストロボ、そして自動撮影装置などカメラ本体に付属するアクセサリーが必要になります。日本メーカーは独自規格を用いた開発を得意としており、市場での差別化を図った上で自社規格に合わせた20種類以上の付属アクセサリーを開発しているのです。しかも商業プロ規格のものから家庭向け規格まで幅広いニーズに応えて製品を揃えています。サムスンはこの点においてノウハウを得る方法がなく、カメラ事業からの撤退につながったと言われています。また日本のメーカーの大きな特徴としてアフターサービスの充実が紹介されました。カメラ本体、レンズだけでなく付属アクセサリーについてもサポートが用意されており、サポートスタッフはカメラやレンズに精通したプロが務めています。また修理だけでなく定期メンテナンスやクリーニングも請け負っています。そしてバッテリーや廃棄となる自社製品の回収とリサイクルも実施しており、環境に対する配慮もスタジオで称賛されました。番組を視聴していたネットユーザーの間で大きな話題になったのはデジタルカメラの分解比較画像です。ネットユーザーの多くはデジタルカメラはどれも少数の電子部品とレンズの組み合わせでできていると考えていましたが、その分解比較画像では日本製品には他国製品より多くの部品が使われていました。その内部構造からは小型化された本体に合わせたバッテリーや整理された部品配置を見ることができ、それは知識と技術がなければ組み立て直せないほどです。最新機種であれば本来の撮影機能の他にも GPS や Wi-Fi、Bluetooth の機能も追加されているため、小型で軽量であることを維持しつつ部品の数が増えていることも画像から分かりました。ここでネットユーザーの声をいくつか紹介します。まずアフターサービスについて、海外で販売された製品でも無償・有償どちらのサポートも受けられるから日本製のデジタルカメラを愛用してるんだという声がありました。付属アクセサリーについても、以前は日本製じゃないカメラを使っていたけどアクセサリーに満足できなくて日本製に買い替えたんだ、今では撮影の腕まで上がった気がするよと、幅広い品揃えについて感動している様子でした。
また分解比較画像を見た人からは、これだけ精密に設計されている製品なら高額になるのも当たり前だ、こういうカメラを持てるようになりたいと、日本製デジタルカメラへの称賛もありました。高い世界シェアを持ち、サポートが充実した高性能の製品を開発し続けている日本のデジタルカメラ業界ですが、決して安泰とは言えません。経済メディアの記事によると、ここ数年以内にスマートフォンのカメラ機能はデジタル一眼レフカメラの画質を超えると言われています。早ければ2024年にも静止画においてはスマートフォンの画質がデジタルカメラを上回るとしており、実際に2014年をピークに日本国内向けのデジタルカメラ出荷台数は減少し始め、スマートフォンの出荷台数が増加し続けています。それに伴い、大手カメラメーカーの多くもここ数年、売上高の減少や変動を記録している状況です。ですが、このまま下降していくだけとは限りません。市場調査会社の予測調査では、デジタルカメラの世界市場は予測期間中に年平均成長率 6.08% を記録しており、今後5年間で約64億万ドルの市場規模に達すると予測されています。これは近年の技術の進歩やデジタル写真やソーシャルメディアのプラットフォームの増加による新たなビジネスチャンスが生まれたことや、より新しい決済方法やカメラサービスによって市場の成長が促されるとしたものです。かつて世界市場を目指して果敢に挑戦しナンバーワンを取ったように、日本のデジタルカメラ業界にはこの難局も乗り切ってほしいものです。本日のお話はこれでおしまいです。この動画が面白かったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。